対局をスタートする前に解説者をご紹介いたしましょう。白鳥翔プロと滝沢和典プロです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは東牌のスタートです。さあ始まりました。トン一曲ちいちゃにスタートですね。現在第1位プラス157ポイント、そしてなんちゃにあら現在第5位マイナス 2.3 ポイント、そしてシャーチャに勝つまた現在第3位プラス 33.8 ポイント、そしてペーチャに瀬戸熊現在第6位マイナス 63.9 ポイントとなっております。ドラは小さそうですね。お、勝又がドラ赤あって初ドイツ。さあプレーオフは全部で3回戦行われるってことですよね、はい、1人2戦ですね。1人2回戦って、4名が決勝に進出と、はい、6名で戦って4名が決勝に行けるということですね。ですからもうテーマが明確になってますよね。みんな今回は瀬戸熊さんならもうトップ、はい、トップが縛りみたいなのがあるんですね。最低でも2着ですね。最低2着を追っていかなければいけない。アラもそうですよね。そうですね、今マイナス 2.3 で現在5位なんですけど、うん、ちょうどボーダーともう差はないぐらいなんで、この今同卓してる勝又の 33.8 が落としに行くかっていうことでしょうかね、はい、そうなると久渡は結構もう余裕があるぐらい、ね、まあでもラスは取りたくない、できればそうここ2着で終わらせればもう決勝確定みたいな感じですね。まあ、このポイントだったらほとんど確定なんですけど、多分ジャンプ的にというか性格的にガンガン攻めていくと思うんですよなるほど。なんでラス引く可能性も十分あるけど、ありえる。でもトップもあるみたいな。さあそういう麻雀を見せてくれるのか。周りも分かってますからね、それを。ああ簡単にすぐ引くような人ではないと、ガンガン攻めてくるだろうと。まあおとなしくしてればもう通過は間違いないっていうところなんで、決勝進出は間違いないっていうところなんですけどね。はい、さあチュン起きてここでスーソーと。で嘘を引きました。でパーソー行きましたね。これ勝又はこれ初は1枚目は仕掛けなかったですもんね。ない、はい、2枚目は仕掛けるんですかね。さすがに赤ってドラもありますからね。どうですかね、メンツが一メンツもないんでちょっと形が苦しくなる。そうですね、周りの出方を見て仕掛ける仕掛けないも決まると思うんですけど、今回瀬戸熊さんの9万取り落としとかあって、はいはい、多分仕掛けないんじゃないかなと。ああなるほど。シャーシャーですね。さあこれいいシャンテン光景になりましたね。さあさあどうする。ここで9層9ピン4枚切れなんでね、チピンパーピンポン入りそうですね。ああおっと赤ウーピン行ってきましたね。こうなると漫画になる。こうなると、はい、今度は仕掛けるかな。そうですよね。そこでドラのチーソー、チートイツも見ました。さあシャーはつもぎり。さあ何を引いてくる。3ピンつもぎり、パピンもつもぎり。あ泣かなかったですね。7からだったら泣くとかそういうのあったんですね。ああ今とチートイツの2シャンテンにもなったんですね。うん、そのさ一巡で それも結構ちっと。ここはチーはまあつもぎりましたね。さあ3ピンもつもぎり。まあポンテンのこの例えばパーピンポンしてシャンポンの、はい、まあ、2900だとあんまりこう前に出る価値がないっていうことでしょうね。だったら別に前に行かなくても、うん、そうですね、面前で仕上がった時にあの決まり手になるような形を作りたいってことだと思うんですけど、うん、さあチートイでももう3ピンは2枚出てますもんね。リャンピンが良さそうなんですかね。どうでしょうね。そこでリャンピンも出てきましたね、うん、もう9ピンは4枚切れてますからね。はい、さあどこに向かうのか。ペーはつもぎり。なかなかテンパイがみんな、はい、おっとテンパイが入った。さあどうする。おわっ玉です。美味しそう。親の現物ですね。もう
そうですね、ただ意外な選択でしたね。意外ですか。いや、リーチ行くかなと思ったんですけど、瀬戸駒さんはポイント的にもね、リーチかけたいところですね、はい、ただ親からはもうスッと歌えそうなドラと数奏なんで、それを狙っているのかさ、闇天にしてれば詰められそうですよね、はい、そうなんだ、一品は紡ぎで、さあ、スジソ持ってくるのか、どうする、さあ、どうだ、さとも天杯が入らない、さあ何を引いてくる、一品は紡ぎり、おっと、ハツを仕掛けましたね、ハツにポンが入りました、すごいいいシャンテン、さあスチーソーはどこにいるのか、まだありますもんね。ありますね。ありますよね。でパワーワン、ちょっとウーピンはどういくのか、いきましたね、さあ天杯が入るのか、入ってですね、これさあこれで、セットクマの一人天杯ですね、うん、まあまあ、リーチにこうなると、まあリーチに行かないが出てなかったし、うん、積もってもいなかったですね、まあまあそうですね、うん、出なかったですね。さあトン2曲1本場ですね、親はアラです。アラもね、結構今の段階だと現在第5位なんでね、はい、まあトップもしくは2着あたりを狙っていかなきゃ結構厳しい状況です。さあシャーから第1台来ました、ドラはニャンワンで、ペーから行きましたね。さあ何から行くのか、こちらもペーから、おっとドラドラトイツですね、ドラトイツ、さあでイーピン、マンズの一気通貫とか見えますもんね。見えますね。勝又さんが現状はやっぱり手配はいいですよね。そうですね、OK で、ドラもあって赤もある。そうなんですよ。おっとドラがあんこになりましたね。あの状況って僕なんか例えばあのカンチーソーとかって、はい、すぐ泣きに行っちゃうんですけど、どうですかね。これ泣いていいですよね。そうですね、うん、なんか何とでもなりそうな、なりそうな、ちょっとピンズが2差し5っていう形なんで、その、はいはいはい、連続系なんですけど、はい、泣くと単位青じゃないですか、はい、だからちょっと E ピンの機能が全くなくなっちゃうんですけど、でもそうですね、それでもやっぱりチーソーって急所なんで、結構急所ですよね、はい、そのネックが解消されて、ね、酸素も加わりましたね、はい、大きいですからね。そうですよね、ドラン、ここだと、おっと、これで受けがまあ、広がったというか、はい、後継になりやすくなりましたね。どっちもありましたね。三面ちゃん固定する手もありましたけどね、あ、違った、そうですね、形間違えてますね、すいません、シャンポン系が残る形ですか。ワーワーリャンゾー、はい、これはチーピン切りしかないですね、すみません。さあ急走はどうする、ここで白パーピンはつもぎり、なんだチープン、さあここでどうする、何をピン良さそうなんで、イーソー酸素、イーソー酸素を払っていく、さあなんだ、うん、これで、これではさっき滝沢さんが言ってたように三面ちゃんこれで、そうですね、この方ここでウーワンを切って、はい、さあ急走が重なりましたね。そこで初でいそう、さあ天杯が入るのか、おっと入った、さあリーチに行った、待ち